どれだけ尊くて、どれだけ恵まれていたことなのか、きっとどれだけありがとうと言っても尽きないんじゃないかなと思います。きっと心配をかけたこともたくさんあったんだと思います。ずっと二人の愛情に甘えていたんだと思います。未だになんだかんだと甘えているような気もしますが、そんな私ではありますが、これから生まれてくる私の子供に二人がしてくれたみたいに、たくさんの愛情を伝えていきたいと思います。何倍も幸せにするから、俺から支え合って生きていこう。普通の人生なんてつまんねえと口癖のように言っていた私が、普通って幸せだなと今すごく感じます。
私たちの結婚指輪にはノーマルイズナンバーワンハピネスという文字が刻んであります。普通が一番幸せ、この言葉を胸に、これからナオコと、そして本日サプライズで皆様にご報告させていただいたお腹の子と力を合わせて支え合って生きていきたいと思います。